こんにちは。ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ魔理沙、古代遺跡ってロマンあっていいよね。解明されていないってところが、またそそられるんだよね。そうだな。謎であればあるほど面白いよな。そういえば以前に紹介したモヘンジョダロー霊夢は覚えてるか？覚えてるよ。なぜ滅亡したのか未だにわかっていないロマンあふれる遺跡で、噴火説や核戦争説とか色々言われていたよね。そうだぜ。実はモヘンジョダロの最大の謎だった滅亡理由について、ある遺跡が解明されたおかげで分かったかもしれないんだぜ。ついに解明された？モヘンジョダロと類似した他の遺跡の最新研究結果で、隕石によって滅亡した可能性が明らかになったからだぜ。隕石？確かに核戦争説よりも現実的だね。詳しく聞こうか。では今回は古代遺跡が好きな霊夢のために、隕石で滅んだ古代都市について解説するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。今回、最新の研究で滅亡理由が判明したという遺跡は、ヨルダン渓谷にあるトールエルハマムという都市だぜ。どの辺がモヘンジョダロと似ているの？かつて栄えた都市が何らかの理由で壊滅的に破壊されて滅亡したことと、そこからの出土品が非常に似ているんだぜ。で、その滅亡理由が隕石ということなんだね。でもモヘンジョダロには隕石が衝突した跡はなかったよね？ああ。今回紹介するトールエルハマム周辺にも隕石衝突の際にできるクレーターや隕石の破片は見つかっていないんだけど、エアバーストで滅亡した説が濃厚なんだぜ。エアバースト？隕石が大気中で爆発したことで起こる超強力な爆風のことだぜ。近年では、1908年にシベリアで発生したツングースカ大爆発が、隕石の爆発によって生じたエアバーストによるものだぜ。そんな事故があったんだ。今回の解説内容にも深く関わるから、簡単にだけどツングースカ大爆発をおさらいしとくぜ。オッケー。ツングースカ大爆発は1908年6月30日7時2分頃に、ロシア領ポドカメンナやツングースカ川上流の上空で隕石によって起こった爆発のことだぜ。直径50から60メートルの隕石が爆発したことで、超強烈なエアバーストが起こり、その威力は広島型原爆の185倍とも言われているんだ。185倍？もう想像できるレベルじゃないね。爆心地から半径約30から50キロメートルにわたって森林が炎上し、東京都とほぼ同じ面積の約2150平方キロメートルの範囲の樹木がなぎ倒されたんだ。その爆発によって生じた夜光雲はアジアからヨーロッパにかけて数夜にわたって夜空が明るく輝き、ロンドンでは真夜中に明かりなしで新聞が読めるほどだったらしいぜ。とにかく凄まじい爆発だったということがわかるね。でも、どうやって隕石だってわかったんだろう？判明したのは割と最近なんだぜ。その解明の糸口となったエアバーストの動画がこれだぜ。これは2013年2月に撮影されたロシアのチェリャビンスク州に落下した隕石なんだ。この隕石の爆発したエネルギーは NASA によると TNT 換算で約500キロトンと見積もられ、これは広島型原爆の30倍以上なんだぜ。ちょっと眩しいかなと思ったけど、そんなに高エネルギーなんだ。じゃあ、被害も相当だったってこと？爆発した高度が 15km から 25km と地表から離れていたおかげで、地表で受けたエネルギーは少なくなり、死者はいなかったぜ。ただ、エアバーストによって南北 180km、東西 80km に及ぶ建物のガラスが割れたり、壁や屋根が吹き飛んだりしたことで怪我人は1491人発生したけどな。これ、地表近くで爆発したら大惨事だったよね。怪我人だけで済んだことが不幸中の幸いだよ。それで、この隕石落下がきっかけとなって、ツングースカ大爆発のメカニズムが実証され、約100年越しで謎が解明されたんだぜ。そうだったんだ。そして今回トールエルハマムを破壊したとされるエアバーストは、ツングースカ大爆発をはるかに上回る規模の爆発だったと研究チームが報告しているぜ。あのツングースカ大爆発を超えるんだ。それじゃエアバーストについて理解したところで、本題のトールエルハマムが滅亡した原因について解説していくとするぜ。ちなみに、これから紹介する内容は2021年9月20日付で科学誌サイエンティフィックリポーツに発表された論文を元にしているぜ。発掘調査はベリータスインターナショナル大学考古学部とトリニティサウスウェスト大学考古学部、ヨルダンのハシュミット考古学局、他多数の共同研究チームが行ったぜ。大きなプロジェクトみたいだね。ワクワクしてきたよ。トールエルハマムは視界の北東、ヨルダン渓谷南部の高台にある遺跡で、紀元前4700年頃から紀元前1650年まで、およそ3000年間も繁栄していた都市だぜ。3000年か。すごく長く繁栄したんだね。さらにエルサレムの10倍もの広さを持ち、3600年前の東部地中海沿岸地方では最大規模の都市だったようだ。これは破壊される前のトールエルハマムにあったと考えられる宮殿予想図だぜ。かなり立派な建物だね。3階建てかな？
宮殿は52メートル ×27 メートルの面積で4階建てのようだ。現在はこんな感じで、ほとんど残っていないけどな。これらの建物は主に日干しレンガで作られていて、遺跡では建物の残骸の上にレンガが粉砕され、北東方向に吹き飛ばされて積もったブローオーバー層が残っているぜ。また縄文があった場所では、高熱を受けて破砕された痕跡が残っていたんだ。この画像は発掘場所の地層の写真だぜ。ブローオーバーと書かれている地層から上は都市が破壊されてから3600年かけて堆積した部分。トップオブデブリーから下の層は破壊層と呼ばれる層で、4階建ての宮殿が破壊されて瓦礫となった部分、2と3は当時の宮殿で使われていたラグやタペストリーなんかが燃えてできた隙間と炭素の層だぜ。これらの発掘した地層から、まず研究チームは都市の破壊が戦争によって起こったものではないと結論付けたぜ。どうして?紀元前1650年頃の遺物の層には、矢尻や槍、陶石といった戦争を示す武器の痕跡が全く見つかっていないからだぜ。そっか。戦争だったら絶対に痕跡が残るものね。最大1500度の温度を受けたことを示す溶けた日干しレンガや粘土も見つかったけど、そんな痕跡を残すことは当時の技術力では考えにくいからな。それで隕石の空中爆発かもってことだね。そうだぜ。溶けた日干しレンガや粘土以外にも、遺跡にはエアバーストを裏付ける証拠がいくつも発見されているんだ。ダイヤモノイドと呼ばれる高温高圧で生成されるカーボンの粒子が見つかったり、イリジウムやニッケルなども見つかったんだ。希少金属のイリジウムやニッケルは地表付近にあるのは大抵、隕石に由来するぜ。そして大きな証拠と思われるのが、宮殿跡から見つかった衝撃石英の存在だ。衝撃石英?衝撃石英は激しい衝撃を受けた石英の粒子に平面上の変形ができるもので、隕石が衝突した周辺で見られるものだぜ。メキシコのユカタン半島で起きた隕石衝突のチクシュルーブクレーター周辺でも見つかっているぜ。同様の石英の変性は落雷や原子爆弾でも発生するが、トールエルハマムで見つかった衝撃石英は落雷によるものとは形状が異なるんだ。原子爆弾の可能性は現実的ではないということから、隕石など小天体の衝突や爆発を裏付けるものとなったんだぜ。モヘンジョダロだと核戦争説なんてものがあったよね。発掘調査が進まず、解明されていないことが、そのような SF 的憶測が出た原因だろうな。核戦争説?私は面白いと思ったけどね。いわゆる超古代文明説は私も嫌いじゃないぜ。話を戻そうか。人工の爆発物がない時代に、都市全体を襲った災害の原因が、ツングースカ大爆発のような隕石の空中爆発の可能性は十分にあると報告されているぜ。また研究チームはトールエルハマムが破壊された時の地層に、異常な高濃度の塩分が検出されたと発表しているぜ。塩分?基本的にヨルダン渓谷周辺地域は肥沃な農地が多いんだ。でも、この遺跡付近が何世紀も人が住んでいなかった理由が、この高濃度の塩分だとされているぜ。塩分が高いと農作物が育たないものね。もしかして原因はエアバースト?そう。研究チームは高い塩分の表面堆積物、あるいは塩湖である視界の湖水がエアバーストで巻き上げられて周辺に撒き散らされたからではないかと推測しているぜ。確かに視界が南にあるから、視界付近でエアバーストが起こると普通にあり得るよね。南西から北東に向かって湿度品が吹き飛ばされているし、トールエルハマムを壊滅させたエアバーストは、一説によると広島型原爆の1000倍もの爆発エネルギーだった、と言われているくらい相当なものだったからな。1000倍。ツングースカ大爆発が185倍だったよね。そういえば、モヘンジョダロにも溶けた土器なんかが見つかっていたから、今回の話を聞くと隕石の空中爆発説が濃厚だと思えてきちゃうね。モヘンジョダロも類似点が多いから、そう考えるのが妥当だと思うぜ。いやー今回の話も面白かったよ。エアバーストなるものが存在して、謎だったモヘンジョダロの滅亡理由も分かった気がするし。まだ終わりじゃないぜ、この話には続きがあるんだ。え、まだ続きが?霊夢は旧約聖書に登場するソドムとゴモラと呼ばれる都市を知っているか?確か天空の城ラピュタでムスカが言っていたやつだよね。天の火で滅ぼされたとかなんとか。それがどうしたの?ラピュタか、まあ間違ってはいないか。実は今回、研究チームはトールエルハマムが旧約聖書に書かれた、ソドムとゴモラのモデルとなった可能性を示唆しているんだ。なんだって。って、そもそもどんな内容なの?旧約聖書創世記には、ソドムとゴモラと呼ばれる二つの町が書かれていて、そこの住人の風紀が非常に乱れていたため、神が天から硫黄と火を降らせて滅ぼしたんだ。また、ソドムに住んでいて神への信仰を唯一守っていたロトの一家だけはソドムから脱出したけど、決して振り返ってはならないという神の指示を無視して、後ろを振り返ってしまったロトの妻は塩の柱になってしまったんだぜ。そういうストーリーだったんだ。ソドムってトールエルハマムに不気味なほど似てない?そうだぜ。
3000年も繁栄した大都市が丸ごと消滅したこと、塩の柱ならぬ、異様に高い塩分濃度となった土地。偶然にしては出来すぎだよな。トールエルハマムイコールソドム説は以前からあって、今回の発掘結果はその説を補強するものとなったんだぜ。研究チームは実際にトールエルハマムがソドムとゴモラのモデルとなった科学的な証拠はないとしながらも、今回明らかになった爆発が、目撃した人による口頭で伝承された結果、旧約聖書の中に組み込まれた可能性があると発表しているぜ。まさか、旧約聖書にまで話が及ぶとは、ものすごくロマン感じるよ。でも、隕石による被害って恐ろしいね。ツングースカ大爆発と同じような規模の天体衝突が起こる頻度は、数千年に一回だとする研究が2019年に発表されたけど、恐ろしいよな。怖くなってきた。そんな深刻な被害をもたらす天体衝突を事前に予測して、将来的には小惑星などの軌道を変えて、災害を未然に防ぐ取り組みが実際にされているんだぜ。へえ、そうなんだ。知らなかった。プラネタリーディフェンスと呼ばれるもので、例えば NASA では探査機を小惑星へぶつけることで、軌道変更を行う実験を実施しているぜ。この実験は DART と呼ばれ、2021年11月24日に探査機の打ち上げに成功し、2022年9月頃にミッションを行う予定だぜ。私の知らないうちに、世界ではそんな SF 的なことが行われていたんだ。NASA 長官のビル・ネルソン氏は、DART は SF を科学的な事実に変えると発言しているけど、成功したら本当にすごいよな。本当に楽しみだね。おかげで怖くなくなったよ。といったところで、今回はこれで終了だぜ。面白いと感じていただけましたら、ぜひチャンネル登録&高評価をよろしくお願いいたします。お願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。